明治西大教育加盟館第一編に掲載された、肖像写真、村岡半一から1929年4月20日は、明治時代の日本の物理学者、理学博士。東京大学教授、東京数学物理学会所大委員長、第一高等中学校、女子高等師範学校教頭、東京音楽学校校長、第三高等学校工学部主治。 京都帝国大学教授を歴任した。日本人として初めて外国の学術雑誌に主著論文が掲載されるとともに、ドイツのシュトラスブルク大学で博士号を取得した。また、国内で初めて X 線写真の撮影に成功している。近代日本の物理学分野において、教育、研究の両面で大きな役割を果たした。稲葉国八神氷鎌口村で生まれる。 幼名は藩の城。父は村岡秀造成明治2年10月5日、没、旧名を大田静馬という鳥取藩士で藩校の久野理官に勤める医師であった。若くして父の勤める久野理官で学ぶ。明治3年潤う十10月25日に判明を受け、明治政府が全国から集めた310名の更新生の一人として上京し、大学南校に入学。 学生改革によって公明が東京改正学校と解消されると新設された鉱山家に編入した。1875年に同化を退学し、文部省に出資し、東京女子師範学校の教諭となる。ここで物理学を特集した。1878年4月29日付で、欧米の師範学校の調査のためドイツのアルザス、地域圏にある、 シュトラスブルク大学に派遣された。また、統合していた、文部大書機関、久喜隆一の手伝いも命じられている。シュトラスブルク大学で所属した研究室では、音響学者のアウグスト・クントが教授を務め、助教授は後に、X 線の発見で、ノーベル物理学賞を受賞する、ビルヘルム・レントゲンであった。大学では、ホイートストンブリッジ法を用いて、炭素材料における、 電気抵抗の温度依存性を調べ、この際に熱電効果の観察も行っている。1880年に成果をアナーレン・レアフィジーク氏にドイツ語の学術論文として投稿した。翌年の6月号に掲載され、これが初めて学術雑誌に掲載された日本人の論文となった。1881年に日本人で初となる海外の博士号を取得し、同年4月5日に 卒業5月28日に帰国した。1882年、旧東京大学の医学部教諭となる。翌1883年に、魔教についての論文を発表し、これも、アナランデアフィシック運と生ミに投稿した。また、同年には、物理学教授法という教科書も書いている。1884年に、 東京数学会社が開訴して東京数学物理学会となるとその初代学会委員長となった。なお選挙では菊池大六が選出されたが菊池が直後に外遊するため辞典の村岡が繰り上がっている。1888年に第一高等中学校の教諭となりこの年に再び通した。このドイツ滞在中に ハインリヒヘルツの電磁波の発生実験に立ち会うことができた。当時大学院生だった長岡半太郎に現地からこれを伝え、長岡は追試験を行っている。帰国後には第一高等学校教諭や女子高等師範学校の校長心得を務めた後、1891年8月に東京音楽学校の2代目の校長に就任した。一方で、 魔教に関する論文、日本魔教の研究を提出し、同年8月24日に帝国大学から理学博士の学位を得た。これ以前に、理学博士を国内で取得したのは1888年の山川健次郎ら日本最初の理学博士5名がいるが、これは帝国大学評議会の議を経て授与されたもので、論文提出による取得は村岡が国内初であった。 なお、1893年に長岡半太郎が二人目の論文による取得者となっている。東京音楽学校は1887年の創設から間もないことから生徒が少なく、村岡は故郷の鳥取で講演を行ったりした。このためもあって、同校では鳥取県出身の学生が増加した。この中には大阪音楽学校創立者の長井孝二や田宮や、 虎像などがいる。音楽学校ではドイツで君とから学んだ音響学を活かし、総学堂の音響設計に関わった上原六四郎と教著の俗学旋律校や教員及び工学家の実験音響学などを書いた。この他にベーバー・フェヒナーの法則に基づいて、弦やことの音の識別限界を考察した論文も、 執筆している。また1891年には祝祭日消化審査委員長も務めており、国家となる君が世の制定にも関与した。1893年に参考の教授となると、翌々年にかつて支持したレントゲンがビュールツブルグ大学で X 線を発見した。これを翌1896年に ドイツ留学中の長岡半太郎から聞くと、レントゲン本人に詳細を問い合わせている。村岡は、X 線の追試験を行おうとしたが、参考では電源など十分な装置がなかったため、島津製作所の島津現像と共に研究を行った。その結果、1896年10月10日に、国内で初めて X 線写真の撮影に成功した。なお、 同年10月12日付でレントゲンに送った X 線の発見を祝う手紙が出身地レネップのレントゲン博物館に保存されている。また1896年にアンリ・ベクレルがウラン鉱石からの放射線を発見するとこれに刺激を受けホタルが発する光からも放射線が出ているのではないかと考えた。この未知の光を サホタル船と名付けて研究を進めたが、後に誤りであることが判明した。1896年8月、東洋学芸雑誌179号にホタルの光がベクレル船と類似の性質を持つと発表し、1897年10月随上期の観光作用の5人であると訂正発表した。1897年に京都帝国大学が新設されると、 その教授となり、理学部物理学教室の礎を築いた。1901年にレントゲンが、ノーベル物理学賞を受賞した際には現地に渡り、祝賀会に出席した。また1902年に設立された京都音楽会の顧問を務めている。1913年に、総長の沢柳正太郎に文学部、医学部、工学部など他の6人の教授と共に、 辞表の提出を迫られ、辞職して、同年9月27日に、京都帝国大学名誉教授となった。沢柳の行動の背景には、当時の文部大臣、奥田義人の意向があったとされるが、教授会を無視していたためその反発を招き、総長を面観されている。この後、任免権は、実質的に教授会に移行した。辞職後は、兵庫県伊豆市郡に住んだ後、 三重県津市で妻や孫と共に寄生を送った。1929年4月19日、77歳で老衰のため亡くなった。生前の業績を称え、昭和天皇から白ネギ犬一匹が贈られている。若い頃は観赦持ちだったと言われる。散歩と若作りを趣味とし、晩年は音楽雑誌への寄稿も行っている。戦術のように父が蘭学者であったこともあり。 息子にも学問を収めることを望んだ。このため、当時芸人として低く評価されていた能や洋曲を好んだ長男の力には悩まされた。力は、後年新館となり、兵庫県の伊豆市神社や奈良県の大和神社の宮司を務めている。同居していた孫の十郎には、官石の所得や講義を施すなど、修正教育に情熱を持っていた。河原町鎌口の大竹は、 代々以下であり、一門より多数の医師を輩出している。以下大竹の初代は、修願といい、元引け田村の不能の出で、釜の口村に招請され、医業をはじめ、傍ら、寺小屋を開き、指定を教育した。文政二年正月に没した。二代洋白は、天命三年修願の子として生まれた。家電によると、洋白は若い時、長崎に出て、苦学をしながら、 医学修行をしたという、高科元年六十二歳で没した。洋白の兄弟に、孔介がいて、東文地下の池田中ちに仕えていた。三代、あずまひは、文政二年に生まれ、医術を父及び、鳥取の以家に学んだ。明治二十八年に七十七で没した。半一の父静馬は若い頃に、大阪の敵塾や江戸の急遽堂で乱学を学び、特に急遽堂では、 塾長も務め、村田増力とも面識があった。安政5年4月静馬は、急遽堂で勉学中ではあったが、鳥取藩より、もっぱら出生いたしているとの理由で、4人ぶちでもって、正式に召し抱えられた。同年6月、静馬は、大田のせいから、村岡のせいに改めるよう願い出て、7月18日、許可された。またその12月には、静馬の名も秀蔵に改めている。 明治2年10月5日、鳥取の係で町におて、死去した。四代、伊佐村サは、海江3年に生まれ、父東小ぶきに医術を学び、1884年に、医師開業免除を受けた。1922年に没した。五代、シゲルマンは1891年に生まれ、東京寺警戒以前を卒業し、鎌口で開業した。矢頭郡医師会長を務めている。 1949年に没した、しぎるまん、いさむまさ、さだこ、あずまひさしじんさいてつたろう、とおりんりえ、ようはく、しゅんやん、こうすけ、ひでぞはみちちから、じゅうろう、ありがとうございます。